はい、皆さん、こんにちは、チービーです。今回もウィニングマップ2019やっていきましょう。ということで、今回もですね、もう毎週恒例みたいになっておりますけれども、今週絶対育てたい FP ランキングトップ10ということで、今回ですね、10名選びました。今回も FP はバルサのクラブセレクションと、アースナルのクラブセレクション、そして、プレイヤーズオブザウィーク。J リーグも、来てたんですけど、ちょっと J リーグはちょっと選ぶ人は、いませんでしたということで、はい、3つかな。そうですね、3つから選びました、今週はかなり熱い難しかったっすね、もう選手も、ね、相当いい選手揃ってるんで、まあ、あくまでおもちゃ TV 個人のランキングなんで、ね、それぞれ各々、あると思うんですけど、まあ、おもちゃ TV だったらこの選手たち育てたいなというランキングなんでね、一つ参考程度で見てもらえればと思います。10人に入れなくてね、この選手もいいなっていう選手も、あったね、まあ、最後ねちょっとポンポンと、まあ、紹介できればなと思うんですけど、まずじゃあ第10位からなんですけれども、こちらの選手になりますということで、テアシュテーゲンですね、で、まあ、左側がレベル30で、まあ、右がレベル、マックス時、まあ、テアシュテーゲンの場合44なんですけど、あのテアシュテーゲンはですねレベルマックスするとキャッチング以外がですね GK の、能力値が乾燥しますね、でコンディション安定度も7あるんですよ、だからここの安定性要はライブアップデート終わっても、ずっと第一キーパーとして使えるし、でこれはですねあくまでも PSO なんですけど、 PSO であの、まあ、この、バルセロナの、テアシュテーゲンじゃないんですけど、ちょっと前に出た FP の、テアシュテーゲン俺使ってるんですけど、先週とか結構止めてくれるんだよね。なるほどね、使用感が抜群に良かったんですよ。まあこれ PSO になるんですけど、アプリでもまあいいんじゃないかなということで、だから1個 FP のキーパーを育てるときに今回出たテアシュテーゲンっていうのは結構まあ44レベルぐらいでめちゃめちゃありだと、まあ、かなりいいんじゃないかなということで、はい、まあ、ライブアップでもね、まあ、なくなっても7ってとってでかいしね、7でかいし、多分バルセロナだし、あの結構好調が多いと思うから、そう、まあ、ライブアップでもね加味してもいいんじゃないかなっていう感じがしますね、全然ね上げてもいいかなということで、キーパー第10位ですね。はい、そして第9位なんですが、アーセナルからグエンドゥジということで、まあ、ちょっとねレベルが大変、あとね能力値が前に初期に来てた、そうグエンドゥジュね、アプリでねちょっといろいろごたごたがあった頃に来てたグエンドゥジュ、ちょっと能力値がね下がっちゃったね、削られてる、まあ 1,2 全体的に 1,2 ぐらい削られてたっていう感じなだけなんですけど、はい、ちょっと弱体化したっていうこともあってですね、はい、まあ9位と、まあ強いけどね、そう、まあただ育てるのが大変、大変ですけどね、まあ、今回育成環境とかも、はい、あのトレーナーの、あのもらえる経験値みたいなのがなんかちょっとその最終的にはあんま美味しくない感じ、で、まあ、6割ぐらいになってしまったということで、やっぱ今まで以上にちょっと育てるの大変ってなった時に、このグエンドゥジュ75っていうのは、結構大変、ただまあ肺課金の人でこの75にできたら超強い、いやめちゃめちゃ強いですねで DMF 俺らエンドに育てたでしょ、43レベルかな、泣いたもんあれで、俺泣いたのよ、それの要はもう75よそうなんだよね、結構大変だったんで、マッテオ・グエンドゥジっていうのが、マッテオ・グエンドゥジね、金が追いつかねえかみたいな感じにはなってくるんで、まあ、でもね本当に75できたら素晴らしいということで、まあそうですね、コンディションっていうのもよくあるし、スキルもめちゃめちゃいいっすね、もう文句はないんですけど、75っていうところだけだね、そうだね、そこ頑張れる人はそう、ぜひぜひと、うん、さあそして第8位ルーカス・トレーラということで、同じ、アースナル FP ガチャで、で、プレイスタイルも同じなんですよ。DMF ですね。ブエンデジと。で、なんでトレーラーの方がいいかっていうと、まず、まあ、レベルの問題。まあ、56ということで、こっちの方が育てやすいと。そうだね。75と56がだいぶ違うからね。はい、でね、あとびっくりするのがですね、まあ、グエンドゥジもデュベン先生ボール出したことすごいんですけど、まあ、それに対して、まあ、トレーラーは若干負けるんですけど、デュベン先生ボール、ただね、ボディコントロール。これが99なんだよね、マックスで。で、普通に瞬発も91あったりとか、スピード82で、ボールコントロールとかも高いんですよ。なんでこの、ルーカス・トレーラーのところにボディコールが欲しいかっていうところなんですけど、はい、結構相手からガツって当たられることが、その中央の選手って多くて、そうだね。でそこでよろけて取られちゃうと、カウンターで1点取られちゃうみたいなところが多いんですけど、
99あるとね、まあ体張って残すんでね、ボール。グエン・ドゥジが確か80ちょっとだったと思うんだけど、うん、ボディコンがね。だからそこで、やっぱボール持ちのいい、うん、DMF ってかなり貴重だっていう感じにはなってくるんで、はい、まあ、あの、レベルも56ですし。相当安いですよね。そう、56っていうと、だいぶ、DMF だと、まあ難しいんですけど、うん、DMF ってなかなか。うん、だけど、その中でも、まあ、56だったら、まあ、妥協点っていうか、これ結構、まあ、育てやすい。うんうん、まあ、75に比べたらって話ですけどね。いやでもね、めちゃめちゃ魅力的で、で DMF 社の CMF でもいいし、うん、まあグエンドゥジに比べて身長はね168センチなんで、そう身長がないですよね。その部分がまあ気になるんで、多分ねめっちゃ使いやすいと思うこの選手は。まあ汚いですけど、うん、でもサバグで来てるんで、そうマジで使いたかったなっていうのはあるけどね、うん、はい、はい、そして第7位は、プレイオーザウィークの方からデベイクですね。ファンデベイクかな。はい、あのこの選手はですね、すごいよ。ちょっとマックスが63ということで、うん、まあ、グエン・ドゥジュとルーカス・トレの間ぐらいの感じなんですけど、はいはいはい、この選手はなんで7位かというと、うん、希少性ですね。そうだね。ウィニングイレブンにおいて、この数値というか、あの、この、見てもらえばわかるんですけど、ボールダッシュ、ディフェンスセンスの高さ。すごいよ、ね。この選手が OMF できるんですよ。うん、全部高いからね。このね、ディフェンスセンスのね、ボールダッシュの高さね、見たことがないというか、まあ、フリット以来というかね。まあ、OMF でね。そう、それぐらいの高さで、なおかつ全体的な能力もやっぱ高いんだよね。いや、これはすごいっすよ。うん、だから唯一無二感がものすごいあって、まあ、この選手持ってるとかっこいいなっていう感じは、まあ、レベル育てるとね、かなりいいかなっていう感じはしますね。なんで、まあ、まあ、8位とか9位とかの DMF の2人は、はいはいはい、まあ、言えばエンゾンジとか、うん、こう、買いになる選手とか、まあ、まあ、ちょっとタイプ違いますけど、いるんですけど、うん、こうデベイクのこの数値ってなかなかいないんで、まあ、こういった選手は多分今現役でもいない、ね。それこそもうフリットとか、まあ、フリットはまず珍しいんですけど、ただまあこういった感じになってくるんで、いや魅力的な選手だよね。そう、この選手はね、そう超魅力的だなと思いますね。ちなみに本若でもいるんで、そうですね。ちょっと育てようかなと、うん、言った感じはある、ね。やっぱ金の選手が FP になるとね、ガラッと変わってくるのが多くて、ね、ここら辺でかい、ね。はい。第6位デンベレということで、まあこちらももともと金の選手だったんですけど、デンベレも61と60代まで、ね、育ちますね。デンベレはね、この FP のバルサガチャで来なかったんですけど、この選手は能力値見るとね、すごいっすね。スピシュン99、99でしょ？で、ボディーコントロールが95、ドリブル98で、ね、決定力がね、デンベレっていうと、うーん、みたいなところあったんですけど、うん、レベル61まで伸ばすと86と言った感じで。まあ、合格点だよね。いや、全然いいと思います。あのね、やっぱりウィングの選手って、まあ、デウロフィルとか、うん、まあ、今来てるんですけど、どうしても決定力低いじゃん。うん、でやっぱりウィングってね、結構中に切れ込んでシュート打つシーンが多いのよ。うん、で、まあ、OMF とかだと、そんなシュート打つシーンって、まあ、少なかったりとかもするんですけど、ウィングでどうしてもやっぱドリブルで切り込んで最後打つっていうシーンがあるんで。まあ、1対1になるシーン多いよね。そう、だからやっぱここのね、決定力最低85はやっぱ欲しいんですよ。うん、で、86乗ってしっかりスピシン90、99、ボディコン94。デンベレはかなりめちゃめちゃ独特なドリブルする選手でも有名なんで、うん、結構ハマると相手にハマるんですよね。そうだね、取れない感じになってくるよね。で、やっぱりこので左右両利きもめちゃめちゃいいの、うん、右も左もいけるんだよ。これでかいよね。これがマジででかいんで、右でも打てる、左でも打てる、どっちでもいける。うん、だから相手としては的絞りづらいし、いいよなと思う。スパサブとかついたら半端じゃない、やばいっしょ、これことになると。まあ、ただちょっとやっぱ育てるのはね大変ですね。まあ61なんで、いや、これ欲しかったな。デンベレね、早い。はい、そして第5位なんですけど、もっと早い、大場面やんと。いうこと、オバメも比較的育てやすくて、まあ、レベルマックスが、レベル40と、まあ、10上げるだけなんですけど、もうね、皆さん見てもらえば分かりますけど、そうですね、今作、そんなにオバメをゴリゴリで使ってくる人はあんまり見ないんですけど、はい、ただ、やっぱ言うて、いや、めちゃめちゃ強いですよ。強い感じで。ツイッターの大会で確か1回誰か通常のオバメの方と対戦しましたけど、うん、やっぱ AI の動きめちゃめちゃいいんですよ。うん、で、普通にあのおもちゃ TV でもまあオバメにできるのかみたいな動画も上げてるんですけど、うん、その時も思ったんですけどね、やっぱオバメの動き出しっていうのはね、2019も健在なんですよね。うん、だから俺は普通にあオバメ全然ありなんじゃないかなと思ってて。あとオバメのいいところは、レベルがちょうどいい。そう、めちゃめちゃ育てやすいでしょ、うん。レベルがこんだけちょうどよくて、勝ちに引っ張ってこれる選手って、うん、結構、やっぱメッシとかロナウドとか限られてくるんで、うん、そこら辺はね、やっぱでかいのかなっていう感じがしますね。レベルマックスでオフェンス90も決定90でしょ。エネル92でしょ。うん、普通にやばいよね。決めてくるだろうねとかあれするよね。チェイシングワンタッチシュート、うん、
まあ、あの、オンチャレとかで、ね。間違いないな。オンチャレとかで使用したらものすごい。いや、間違いない。うん、まあ、ちょっと大会とかだとね、ツイッターの大会とかだとちょっと禁止されることも多いですけど、まあ、普通にオンチャレとかオフラインでまあレート上げる、あれでは全然。友達と回線するとね、こら、みたいな感じになりそうです。まあ、言われますけどね。そんな関係ない。いや、これも強いかなと、うん、いった感じですね。はい、そして第4位です。ここでメッシと。ここでメッシ来ましたか。まあもうメッシはね、まあ育てなくても強いんですよ。そうなんですよ。結論がね、まあ、もちろんメッシ育ててマックスにするってのもいいんですけど、はい、36だし比較的近いですけど、はい、1レベル能力値からもう抜けて強いんですよ。十分です。もう普通のメッシより強いんですよね。そう。なんか普通のメッシ以上だな、みたいな。はい、で、もう30レベルになったら完全に超える。うん、もう30レベルぐらいで止めとく。もうなんだったら25レベルぐらいで全然良くて。20とかでもいいじゃん。そう。もう抜けて強いだ。存在自体が強いんで、うん、あくまで育てるってことに関して言うと、ちょっと若干こんぐらい。そうだね。まあ、たださっきのね、板選手たち、はい、まあその4位以下の選手と比べても、やっぱその、もう能力が突出してるんで。これはちょっとぶっ壊れたね。そうなんですよね。だからまあやっぱり、まあできれば30より36の方がいいっていうのは、まあもちろんあるし。そうです。うん、まあ、これはね、まあ通常版メッシももちろんね、あの、もちろん強いっていうのもあるんですけど、まあこの選手、やっぱ決定力99は、でかいっすね。うん、かなりでかいかなっていう感じはしますね。で、やっぱり大きいのはですね、コンディションでも8になってるんでね、うん、あのこっちの新しい FP のメッシの方は、ね、今まで7とか多いと思うんですけど、うん、ここもでかいのかなっていうのは、もうずーっと使える。そうですね。まあ普通に、今後もずっと使います。ウイニングレバーアプリ2019の相棒だね、はい、これはね。第3位がコーチーニョということで、まあ、コーチーニョの方がメッシより上に来たと言った感じなんですけど、はい、まあ、コーチーニョの方はなんでメッシより上かというと、こう育てるとのその、まあ、めちゃめちゃ強くなる、如実に強くなるからですね。育てるともう本当にもう見違えるほど、まあ、強くなる。1レベルでもまあ強いんですけど、ただメッシと比べるとね、はい、メッシは本当に1レベルでいいかなみたいな感じがするんですけど、やっぱコーチーニョ育てないと、うん、っていうところもあるんで、ただ育てると43までいくとすごいね。いやもう決定力が、要はデンベレが86だったんで、コーチーニョ89なんだ、まあ、スピードとかはねちょっと落ちるんですけど、ボディコンに関してはデンベレよりも上ですよ。96でボールコンの98だとね、メッシとやっぱちょっと違うのはそのできるところですね、まあ、入れる範囲ですね、うん、ここの部分でやっぱちょっとね広がるっていうところも、はい、やっぱね、せっかく育てた選手ってやっぱ使ってほしいというか、いろんなところで、うん、っていうのもあるし、長く使いたい、どうせだったらね。なるほどね。さっき説明したその8、9位の選手とかもそうなんだけど、まあライブアップデートとか、まあ、左右されるね。そうで、コーチ用とかもまあそんなに調子良くはないんですけど、はいはいはい、やれる範囲の多さと、多分 C の確率も高くなると思うんですけど、そうだね、なんだかんだ入れられるんじゃないかなと。うん、言ったところでね、まあ、この選手入れとくだけで結構なんかボールうまく潤滑するんじゃないかなみたいな、やりやすさ半端じゃないかなと。まあ能力値はすごいですね。サブアカで来たんですけど、やっぱ超使いやすくなってますね。サブアカでも来たね、ちょっと使ったんですけど、うん、めちゃめちゃ使いやすかった。はいはい。そして第2位がスアレスということでね、まあスアレスのこのレベル38の、まあ能力値見るともう一人の選手が思い浮かべると思うんですけど、インモービレというね、うん、まあすごい選手がいたんですけど、結構似てますね。オフェンスセンスと決定力がともに99、うん、言った感じで、まあスアレスもやっぱりラインブレーカーだしっていった感じあるんですけど、まあね、一言で言うと本当にシュート決める。であとやっぱその前目のボディコントロール、ボディコントロールとかボールコントロールとかドリブルとか、うん、そういった部分が結構高かったりとかするんで、うん、まあド安定の選手と。で、まあなんでメッシとかコーチーニョとかより高いかっていうと、うん、決める、うん。まあメッシの方がもちろん決定力あるんですけど、うん、ただこの決定力を上げていく上でね、うん、育てるとかなり重量感があるからね。いや、まあストライカーとして本当に育てて全然、もう間違いなくいい。で、まあメッシセンターフォワードとかにしたりとか、はい、おもちゃ TV はしてるんですけど、まあ、スアレス置いて、横にね、なんかそのメッシとか置いたりとかするのも全然ありだし、まあ、この選手は、でもメッシって通常版で持ってても十分強いんですけど、まあね、スアレスの決定力上がったやつは、まあ欲しいなっていう。スアレスってね、18の時、18か19の時って、ちょっと削られたんだよね。そう、削られたの。なんか、だからそういうのがあるんで、戻ってきたなという感じはしますね。はい。はい、最後ですね。ディバラと。ディバラは、ですね、抜けてます。うん、2位とかとの差はありますね。とんでもないですね。で、なんでディバラが抜けてるかっていうと、もうスパサブがあるからと。あの、だから、メッシは、メッシとかはスキルがつけられるんですよ、うんうん、FP とか。だからそこの部分での遊びがないから、ちょっとないっていうのがあるんですけど。つけれるんじゃん、1個。そう。つけれんの。
つけれた上でのスパサブなの、ディバラって。え、マジ？そう。今気づいたの？ディバラって完璧なんだよね。その、ちょっとプレイ、その、なんていうの、スキルを入れる遊びもできるし、マジで？そう、しかも育てるレベルも40でちょうどいいし、しかもスパサブついてるし、能力値激強だし。っていう感じなんですよね。で、まあ、この ST の選手っていうのも、そんなにね、やばいよ、これね。うん、層が厚くないんで、この選手っていうのはいるだけで本当ありがたいし、こんな7だしね。そうでね、やっぱねスパサブがでかい。スパサブでかいよね。そうだ、ただなんかやっぱ唯一あるのは前半から出してなみたいな、まあありますね、うん、この強さね、っていうのはもちろん出てくるんじゃないかなと。いや、ね、やばいなディバラ。そうだからね、ディバラ、そうメッシュはね、スパサブのメッシュとかは通常しかつけないんですけど、そうだよね、ディバラはもう元からついてるのにもう一個つける。そうだね、まあ、通常もでもあれだもんね、もう今もう新しいしかダメだもんね。今新しいのはダメなんだよ、古いメッシュじゃないとダメなんだけど。いやー、やばいなこれ。そう、能力やばいでしょ、決定力とか見てもらったけど。あ、すごいっすね。そうということでですね、まあ、今回は10位から1位紹介してきたんですけど、はい、まあ、あくまでおもちゃ TV のランキングなんで、そうそうそう、はい、いやメッシが1位だろうとか、まあ、そういうね、あの個人個人の意見はあると思うんですけど、まあ、一つの参考程度にね見てもらえればなということで、もう来週というか気が早いですけど、来週はインテルとか、そういうのが来るのかな、ミランとか。結構面白いですし、あとは最初に言ったんですけど、やっぱあの選べなかったエジルとかも結構面白かったりするんですよ、ラカゼとか。ああ、今週の話ね。そう、最初ちょっと言いましたけど、うん、そういった選手とかも、まあ、今回残念ながら選ぶことができなかったんですけど、ね、エジルとかラカゼとか、今週は本当いい選手めちゃめちゃ多い。ベラッティとかもいるし、ちょっと難しかったんですけどね。まあ、ぜひ皆さんが思うランキングとかもね。そうですね。あればね。なんか僕はこの選手育てますとか、そう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 、この選手に注目してますみたいなのぜひあればですね、はい、教えてもらえるとありがたいです。はい、どうしよう、さらっぽー。